今回はブラッシングしてない状態から動画を開始しております。最近ね、いろいろ購入して未撮影の商品っていうことで別のボックスに入れていたんですけど、そこがパンパンになってきたので紹介しようかなと思ってたもので普段使いしたくて買ったものが主なんですけども、紹介していこうと思います。簡単レビューですね。サクサクいきましょう。でまずですね、スリッカーからいきます。実は花ちゃんが小さい頃に100均でいいものを100均で揃えようと思ってたわけですよ。で意外となんか100均のものとかもいいものがあって、花ちゃんのお皿とか、なだくんもそのお皿使ってるんですけど、すごく使いやすいんですよね。裏が滑り止めついていて、ちょっと重い感じのお皿にはなっていて、下がやっぱゴムなのでとても食べさせやすいっていうのがずれないのでいいなと思ったんですよね。で100均でもとても優秀で、もう今売ってないんですけど本当に一番初めの小さい頃、4年前は100均のスリッカーっていうものを使っていました。でこれ見た目そんな変わらないんですけど、結構痛かったんですよね。私最初それ自分の肌にやってみてもこんなもんかなと思って使ってたんで、しばらく使っていたんですけど、あまりにもなんかちょっと痛いなと思って、それで買い替えたんですが、それが今ね使ってる2本になります。そのスリッカーがこの2本でございます。右側の1本は正直もうメーカーが分かりません。もう覚えてないです。ただどちらも1000円以上したんですよね。でこちらはドギーマンのブラシになるのかな。ここにですね、もともとドギーマンって書いてあったんですけど、何年も使っているので擦れてなくなってしまったようです。この2つはですね、使い勝手良かったです。個体差があると思うんですけど、こちらのですねドギーマンの方が若干この線が揃ってるというか、口のこのバラつきっていうんですかね、これが少ないみたいで、あんまり痛がらないでこれは使えたんですよね。でこちらも同じような値段していた割にちょっとですね、わかりますかね、折れやすいというか揃っていないような感じがありますよね。まあこれは経年劣化によるものかもしれないし、もともとこういう製品だったのかっていうのもわからないんですけども、とりあえずこの2本使ってみて、私の使い勝手としては動画を撮影する時の顔の映り込みもこちらはないし、痛がらないっていうのでドギーマンの方をよく使っていました。今回なんですけど、スリッカー実はこの2本だと足りないんですよ。よくなくすんですよ私ちゃんと最後ね見つかるんですけど、お使いたい、今から撮影しようっていう時になくしてしまってないっていうことは結構あって、いつもなくして困るということで、スリッカーランキングっていうのをちょっと調べてみて、トリマーさんがおすすめするスリッカーっていうものをちょっと買ってみたんですよ。でそれがですねこちらになります。これね、ペッツズートさんのスリッカーなんですよ。ペッツズートっていうと、もうね、花ちゃん大好きなヒータンとかがね、ペッツズートさんのおもちゃだったり、結構今までも買っていて、まあそこのメーカーさんのスリッカーが意外とトリマーの卵の方とかが先生とかに推奨されて買うっていうぐらい評価の高いスリッカーだったんですよね。で、こちらちょっと今回2本買ってみました。でもハサミ感覚ですよね。至るところにうちハサミ置いてあるんですけど、それと同じような感覚でスリッカーも置いていこうと思います。実際に新品なんで揃ってますよね。大体の製品これぐらい揃ってるのかもしれないんですけど、思った以上に綺麗ですね。こういうのも消耗品ですね。何年か使ったらもうちょっと取り替えてあげるっていうのが優しさだと思います。歯ブラシと同じようなもんだと思います。歯ブラシ何年もね、使いませんけども。歯ブラシ感覚で取り替えようという意味ですね。はい。なんか可愛いですね。ペッツルートさんのあのシールがちゃんとついていますね。あ、裏も可愛い。なんか意外と汚いですね、裏。とか倉庫に入ってたのかな。洗ったら落ちるから。可愛いシールがいっぱいついてます。やっぱ持ち手ですよね。これあのツルツルのプラスチックなんですけど、ドギーマンさんのはちょっとゴムでできてるのでグリップが握りやすいなっていう印象があります。木の方もですね、膨らんでいるので滑りにくいなっていう感じはありますね。でこれだとちょっと持ち手がね滑りやすいので、手の油っ気のない人はちょっと厳しいかもしれない。私結構カサカサしてるのでちょっと使いにくいかなっては思うんですけど、まあこれも慣れですね。うん、で そんなにこうギュッと握ったりガッてやったりするものではないので大丈夫だと思います。一応ここのシール貼ってあるところが若干ですけどくぼみがあるので、少しここを触りながらやってみようかなというふうに思います。はい、ではね、まず従来のね、この従来の方のでやってみますか。もうね、言わずもがなですよね。定価が1000円以上のものだとそんなに悪いものではないんじゃないかなと。ただ値段ではないのでね、やはり先ほどの言ったような歪みのないものを買ってあげる方がいいんじゃないかなというふうに思います。花ちゃんの鼻水が気になります。ごめんね、はい、なぜか花ちゃん自分で鼻水拭き取れないんですよね。小さい頃からだからね、花ちゃんね、自分で鼻水は拭かないって決めてんだもんね。
構ね細いんですかね、引っかかりが結構出るんですよ。口のね先っぽに歪みがないので痛くなさそうなんですけど、ちょっとこっちの方が細かい印象はあります。やっぱ痛がらないのが一番なんでね。うん、いいんじゃないでしょうか。結構ほらこんな感じでも取れるんですよ。ではちょっとこのねペツルートさんのやつ使っていこうと思います。綺麗ですねやっぱね。お、結構引っかかる。軽いですね。うん、ブラシが軽い。グリップにラバーがついてなかったり膨らみがない分、持ち手のところにあまり重みがかからないので、これはもうちょっと慣れですね。すごいあのおもちゃ感みたい、おもちゃっぽい感じはあるんですけど、全然大丈夫。花ちゃんも痛がってないですね。おお、すごい引っかかるな。ね、あの押さえないでやると結構痛みがあるので、ちょっと押さえながらやりましょう。軽めですが、ちゃんと大ですね。溶かせるところはさすがですね。こんなにブラシ自体が軽いのに、すごく、あ、確かに溶かしやすいかもしれない。いいですね。ちょっと多分なんか買った時のあの嬉しさがもう出てしまっていて、100点満点今つけるぐらいすごくよく見えてはいるんですけども、どうなのかな。いやでも本当に素晴らしくいいですよ。ほら、かなり取れてますね。これはすごい。そんなに力入れてないのに、ちゃんとアンダーコートの部分まで綺麗に取れてます。これはすごいな。おーすごいですね。こんなにごっそり取れました。じゃあちょっと次ね、奈良くん行ってみますか。あ、もうなんかこう掴んだ時の感覚が全然違いますね。やっぱこう新品だなっていう新しいなっていうのがまだわかります。あるあるなんですけど、尻尾が意外とこんがらがりやすいんですよね。結構尻尾嫌がる子多いんですけど、あ、でもやっぱり痛くないのかな。うん、いい感じですね。尻尾の当たるこの辺とかも結構絡みやすいので、おお、いいですね。うん、本当にちょっと軽くしかやってないんですけど、これだけアンダーコートのいらない部分が取れるみたいです。よかったですね。痛がりの奈良くんもそんなに痛がってない。じゃあ最後ね、ブラッシングをちゃんとしていきますか。